おはよう、こんにちは、おやすみ。セプテンバー、調子はどうだい？ちゃんと学校行ってるかい？私はね、ぶっちゃけ学校とかクソくらいだと思ってたよ。明日学校に行きたくないと思った君へ、大丈夫、大人は楽しいぞ。この私へ、ねえねえ聞こえる？何が苦しくて逃げたくなったの？気の強いあの子や先生たちも好きだったよみんな、でも苦しかったんだ。いつだって綺麗な態度の私でいたくて、いやなんて言葉は言ったこともなかった。知らないくせに違うのになんて、本当は自分が一番嫌いだった。セプテンバー、調子はどうだい？大人は大変苦しいぞ。教育や未来のためにある正義の言葉。明日の自分見えない私にとっては壁を作られるようでした。抜け出したいよりも輝きたいな、そう思ったんだ。それから一個ずつやめました。誰かの後ろを歩くこと、人に好きをもらうため、無理に気持ちを曲げること、悪意に敏感我慢すりゃみんな苦しむことないな。そんな私じゃさ幸せになれないな。流行りの水色好きなふり、本当はピンクが好きだった。周りの器用なウサギになれない、のろまな亀の性分で。そんな私の未来の言葉、ああしーぞ。